ハイサイ。ハイサイ。ハイサイ。今ね、あるところに向かってます。はい。向かいますか。向かいましょう。来ました。来ました。こちらですね。ボトブイカだ。ボトブイカだですね。で、最強助っ人も呼んでおります。こちら。出た。おいっ子ですね。はい。でね、今いる場所が本当に無人で、はい、こちら。もう離れてるんですよ。完全にもう個室どこにも行けない。ちょっとトイレなんですよ。トイレもある。すごいっすね。さあここで、はい、何かしらを狙っていきたいってことですね。はい。団子釣りをメインに、はい、いろんな釣りしていこうかなと。出てますよ、穂先。うわうわうわ。え、怖。は？穂先？めっちゃ遅い。触れてくれ、怖い。もうなんだろうな。糸と変わらんすよ、俺もうこんなの。うわやばい、待って、俺これそれはダメだと思う、折れると思う。これ大丈夫っすよ。うーこんなの S 字があるっすよ。やばなぜこんなに細いこと言うと、はい、団子釣れてもう当たりを見逃したら釣れないんですよ。もう小さい当たりまでも取らないといけないということで、この先端がめちゃくちゃ細くなってますね。匂いしてみて、どんな匂い。いい匂い。団子です。団子です。え、団子です。団子ね。で、このバッカーに入ってるのがこちらのチルベストで、次、ガミ団子だけど、こう入してよいしょ。はい、で、そして次がこちら。さらに側線爆寄せ団子。これ入れすぎると、団子が硬くなりすぎて魚ですら食えなくなるんですよ。あ、入れすぎると、今度は硬くなる。匂いして。匂いして。匂いして、こっちさん。あ、いい匂い。チーズ。な、くさ。えんでしょ。でしょ。さ、変なってじゃ。変な匂いこれ。シスコン書いてんだけど、美味しいんだよな。ゲロマズ確定って。ゲロマズですって。顔でやるな、ゲロマズを。ですね、オキアミスライス全員入れてる。わお。おおおお、団子なんだ。こいつこんな感じになります。こっちに適当に投げようと思ったんですよ、うん、これ適当に投げたらそこがポイントになっちゃうんですよ。あ、だから迂闊にポイポイできないんですよ。いっぱいね、でもベイト。いっぱいでも小さい。だからこれベイトっていう。ベイトで。ベイトです。オッケー、上手投げる、はい、これをポンッどこ投げたい。投げる。じゃあ次がいいか。オッケー。仕方。サオだ。サオの気持ちだったり。はい、タケルのサオがこちら。タケルはスピニングリールに、バスロット。バスロットで下が重りつけて。で、さ、で、サルカン。で、胴突き仕掛けてって、あのサビ削りとかで使うやつ。そうです。針が1、2、3、3本。サビ機みたいな仕掛けだな。はい。で、これに一個一個餌つける。待ってよ、だけど餌つけてくから。こちらですね、胴付き仕掛け沖縄スペシャル。こんな感じ。針が3つついて下に重り。こう見せた方がいいかな。僕見てる。はい、こちら。はい、団子釣りの仕掛け。ベイトリールに針以上。以上。で、針先にはオキアミ。オキアミ以上。重りを作ってあげる。で、硬すぎると舌で崩れないから、まあ、軽く、やわく、こんぐらい。あ、強く握りすぎないんだ。うん、握りすぎたら今度が、まあ、沈むんだけど、うん、なんで舌で崩れない。生のオキアミだと潰れちゃうんですよ、中で。あー、そうなんだ。だから、ムキエビだったり、このボイル、硬くなってるオキアミが、おすすめですね。団子も程よくなんですよ。硬く握りすぎると、うん、魚がつっつけなくなって、うん、なな、つきすぎて飽きるんですよ。これあんま食えないじゃんみたいな。うん、もう程よい柔らかさで、硬さで。穂先見たら分かるんですけど、穂先が相当柔らかいんで、うん、もう当たりに敏感なんですよ。うん、分かりやすい、ほら。何もやってないのに、うん。はーい、ここでハルさんがルアーですね。はい、ルアーはこちら。こちらなんですけど、はい。懐かしいな。ここでツーバーが、この全く同じ仕掛け。はいはいはい、で、大きいのかけてるんですよ。はいはいはい。それがあちらですね。あっちで、あのミッピさんといた時ですね。そう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 
あっちで。そこでバラしちゃってるから、はいはい。そのリベンジというか、うん、敵討ちですね、これ。これでまた再挑戦ですね。ライト、シュ。リスナーさんからいただいて。お、なんすかこれ。消防車？ハイエース。ハイエースなんすよ、これ。あ、ほんとだ。で、カヤック。カヤックも乗ってるし。あ、これオリジナルってことですか？そうそうそう。すごっ。刺繍で作ってるんですよ。スルタも乗ってるよ、うん、ファミリーでもね、最高かもしれない、ね、うん、ありがたいっす。あ、はい、あ、来てる、来た、まだまだ、お、お、当たり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 、ヒット一投目からスルタ、ワーム、いいね、R さん。さあ、なんかもうそんなでも聞いたんでしょ、俺の予想で。はい、おっ、はい、出たー。あ、エソだ、エソ、エソー、巨大エソ、エソだ、でかくない、これでかいすげえ、口からいって目ん玉からあり出てる、すごい、肩取った、やった、おめでとう。ちょっと竹野釣れないから、はい、必殺を使うしかないようだな。名付けて団子三兄弟。ははまさかこれに団子、団子団子団子ちょっと当たりないんで餌変更ですね、こちら。キビナゴマイクみたいになってる。確かにマイクみたいになってる。結構多分大きいのかかるかもしれない、キビナゴだから。なんでタケルの釣れないの？応援団がいないからよ。タケル釣れねーって応援団こっちに置くわけよ。頑張れーって頑張れーで、これ魚進めるときにこれ使うからな。これでかかと落としするって。誰からもらったの？プレゼント。誰から？誰から？これサンタクロースして、これは後ろ。タケル、頑張れ。ドミノ、ドミノだった。同じ人が多いって。ベジータ二人、悟空、悟空とか3名いるから。かわいそう。ターミネーターみたいになっちゃった。何してんの？だから犬神様になってるよって。犬神様になってる。かわいそう。だからここにオキアミに置いたら釣れると思うよ。ペロペロされた。水中ドローンのコーナーだ。イエーイ。なんか座ってんのかな？違う、重い、重い、重いぞ、重い。こっちなのか？あ、あ、釣れてる、お、釣れてる、わー、いいばい、いいね、早っ、早っ、もう見えなくなったんだけど、釣れてる、釣れてる、頑張れよ、釣れよ、タケル、タケル、頑張れよ、釣れよ、タケル、巻け巻け巻け、うまい、うまい、巻いて巻いて、タケル、頑張れ、タケル、頑張れ、すごい、あ、来た、見えてき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 た、タケル、釣れてるぜ、なんだ、あー、すごい、あー、釣れた、10万、イエーイ、よかったな、タケル、初めて釣ったな、タケル、釣れてるさ、しかもタケシ、タケル、一人倒したな、タケル、釣ってるさ、おー、よかった、こちら、タケル、10万、タケルとどっちがかっこいいか、一番大きい、ありがとうしたピコルに、ありがとう。おー、パチパチ、さあ、ヒット、ちょっと仕掛けようかな、置いとこうかなと思ったら、食い寄った方がいいって、活性上がってるかもしれない、上がってるかもしれない、おお、おお、あ、ヤブチャ、ヤブチャだ、ブッチャ釣れた、おちパクでした。一番すごい魚、美味しいよこれ。誰が一番すごい？タケル、おはろうくん。
このイカだ、バーベキューできちゃうんすね。はい、本日の食材、粗挽きピーマン、チキチキボーン、牛カルビ、豚バラステーキ、カツレツ、アーネロン、イエーイ、イエーイ。はい、チャッカー、わーおー、よっしゃー、いただきます。うめうめー、おいしい。ラーメン、焼肉第2ラウンド。お、パチャパチャする。ミット。お、お。だけどこれ怖いよ、こいつ。怖いやつが釣れた。怖いやつが止めた。だけど怖いからよ。これ危ない、触るなよ絶対に。危ないぜ。おお、脱だー。すごい。はい、こちら餌に使います。こんな感じでやっていきます。うん、これ餌にしていこう。ヒット、巻いて巻いて巻いて、なんかニットか、え、巻いて、釣れてるよ、釣れてる。おお、巻いて巻いて、何が釣れたのかな。何が釣れた。クジラじゃない、クジラ。あ、白いぞ、釣れた、釣れた。あ、ストップ。あ、でか、スズメ。親びっちょ、一番かわいい。ハレオトン、桜すごいね、すごいね。一番誰が誰かな、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 すげえ、めっちゃ鼻ちまくってるさ。なんだろう、あれイワシとかじゃない、イワシとかか、すげえな、あってあげるんだね。あ、あれ釣れてる、嘘、釣れてるパターン。あ、なになに、回収したら釣れてるパターン。なんだろう、キビナゴに投げてたんすよ。ほら、なんかあった、なんかあった、あ、あ、いい、逃がしますか、ちっちゃいから。いいね、タケル、いいね、おいしょ、はい、わ、タケル、魚好き、うん、いっといっといった、タケルと、大きいぞ、これ。タケル、巻いて、巻け、タケル、巻け、ちょっと巻いて、そう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 、お、お、いいね、いいね、いいよ、タケル、ほら、巻いて、巻いて、さあ、誰が釣れた？団子釣り。何にかける魚？あ、見えた、あ、来た。あ、お、あ、すげえ、すげえ。カレーじゃないこれ？だけど巻いて巻いて巻いて。ヒラメカカレーじゃない？おお、だけど。すげー、初めて見た。ヒラメカカレーかわからんやつ。なんだこれ？これ砂ひ、なんで、なんとかヒラメじゃないですか？何これ？すげえ、初めて見た。目がこっちなの。普通の魚だったら反対側にあるじゃん。この目の、この裏側に目が、うん、目が上にある、全部キザかな。タケルが釣った親ビッチャーとジウマ、美味しい。タケル、美味しいか、はい、じゃあ、よっしゃ、これも食べてっか。はい、食べましょう。うん、コリコリして美味しい。これも食べて、うまっ。うん、最高ですわ。最高でしょ、絶対。うん、はい、はい、そろそろ船くるんで片付けして撤収ですね。帰ります。はい、戻ってきました。お疲れ様です。いや、久しぶりに団子釣りしたんですけど、はい、団子釣りの方は釣れたっけ。心当たりがありません。意外とね、やっぱりあの協力助っ人たけるがね、ハレサイが釣ったことない、うん、ヒラメも釣って一番釣ってた、すごかった、うん、じゃあ見えない何かと戦ってますけど。たける、楽しかったか。一番何が楽しかったっつって、魚食べるの。あー、お魚食べたのがよかった。たける、魚好きだからな。魚好きなんだって。まただね。ということで、また、次回、団子釣りリベンジですね。はい、ということで、今回は、イカダ釣り最強助っ人が本当に最強助っ人でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。